はい、皆さんおはようございます。今やってる外壁をね、自分で塗って予算100万円を浮かせるシリーズ、最後の難関でね、完全にストップしちゃってるんで、とにかく足場を作るしかないんで、足場を作ってきます。あと破風の部分ね、ケレン作業ね、本当は機械でやった方がいいんだけど、あまりにもね、バランスが取れないんで、手で削ってます。毎日少しずつね。それでね、右側の破風の部分、だいぶ上の方まで削れてね、やっぱり中央付近まではね、手が届かないんで、またアタッチメント的なものをね、作りました。床拭く、クイックルワイパーね。あそこにね、粗めのね、布やすり、取り付けてね、やれば届くと思うんですよ。また後でちょっと作り方紹介しますけどね。今やってんのはね、このベッドの下にね、腰痛対策でね、5年ぐらい前にね、引いてあったコンパネね、今抜き出してるとこです。やっぱりコンパネの方がね、こないだ買った合板より全然強度あるんですよ。すごい重いんだけどね。だからね、真っ赤に錆びた鉄板の上に 2x4 で骨組み作ってね、その上にね、水平にこれが引けるように骨組み作っていきます。で、その上にこれを乗っけてね、で、はしごをかけてやるっていう作戦でやってきます。で、最後のコーキング、一番角のね、足場が全然ないところ、あそこはね、ちょっとまだアイデアが浮かばないんで後回しになっちゃうんだけどね、とりあえず今日はこれが引けるように骨組みだけ作って、で、前回作った破風専用のね、はしごアタッチメント今取り付けてあるんで、そこにね、よじ登ってね、クイックルワイパーヤスリでね、右側の破風部分全部削ってね、まあ、シーラーまでやっちゃいたいですね。そうすれば木の表面がね、結構固まるんでね、だいぶボロボロになってるんで、そういうとこは早めにやっちゃわないとね。まあ、本当難所はね、視聴者様のアドバイス通りね、時間をかけてとにかくやるっていう方法でね、やっていきます。それではね、今日も頑張って2時間ほどやっていきます。はい、今外までね、コンパネ出しました。すごい重かったです。でね、破風の部分、手届かないところのケレン作業をね、やるアイテム、開発 しましたんで作り方を紹介します。どこの家にでもあるクイックルワイパー、2種類あってね、ここのとこにね、穴開いててね、掃除するシートみたいなやつ、ここ指で押して挟むだけのワンタッチの簡単なやつが主流なんだけど、こういうタイプも家にあったんで、これは挟んでこうやって止めるタイプですね。これだったらね、ヤスリをね、かなり粗いやつ、40番の布ヤスリ、機械のサンダーで使おうと思ってね、買ってきたんだけど、
余ってたんで、これ使っちゃいます。これをね、こういう感じにしてね、で、これをまあ立てまして、で、こう折り込んでね、折り込んで、あとは止めるだけですね。こういう感じでね、こっち側もちょっと片手でやってるんで時間かかってすいません。これで出来上がりです。これでまあここが破風だとするとね、破風のここが一番高いところで、右側左側ってなってて、まあ左側は足場作んないとどうにもなんないんでね、右側だけ進めていくんだけど、こっからこっちはね、はしごを使って手でね、ヤスリいろんなの3種類くらいあったんでね、いろいろ使い分けてね、今削り終えてね、あと手が届かないとこね、この間のアタッチメントのところにはしごをかけて、手を伸ばしても届かない部分がまあ1メートルくらいあるんですよ。そこをね、これでね、こういう感じでね、じゃり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 やればね、いけると思います。早速ね、動ける時間も限られてるんでね、この自作のね、ロング、名前忘れちゃうんだよな、それロングケレンアタッチメントで、昨日ここまで磨いてあるんで、こっからここまで、削りたいと思います。はい、ではね、今上まで来たんでね、磨いていきます。果たして使えるか。これ棒が長いんでね、はしごの上まで来なくてもいいんで、恐怖感はね今までよりないですね。じゃあ行きますよ。いい音してますね。削れてますね、この音は。ただ上からものすごいゴミが降ってきます。顔中にとっついちゃってますね。まあ今カメラ回してるんであんまり力入れらんないんだけど、この後しっかり力入れてね削ります。ここはこれでクリアできますね。で、色もね、シーラーとか色ね、みんなこの作戦でね、延長してね、ここの部分だけ塗ってね、あとこっちははしごを巧みに使いながら手でハケとローラーでね塗っていきます。では一旦止めます。はい、なかなか綺麗に削れました。この辺までできましたね。まあ上からね、腐った木の表面がね、木っていうんかな、塗装がの皮っていうんかな、まあ、すごい降ってきてね、まあこんな状態になっちゃいますけどね、まあ顔にもこのぐらいとついていると思うんで、とても顔は映せませんが、まあ一応第一関門突破。あとここシーラー塗って、東側はねこれと同じ色で塗ったんで、合わせてこれと同じ色で塗っちゃいます。破風だいたい色を分けるんだけどね、こんな感じでね
向こう側もうね勢いで同じ色で塗っちゃって、でいろいろなんかGoogleで調べたらね、同色の家も結構ありましてね、なかなかかっこよかったんで同色で塗っちゃいます、この破風部分はね。でこのこっち側にあるこの鼻隠しって言ったっけな、この部分はね痛みが少ないんですよ、破風に守られててね、あと雨どいとかもあるんで、だからここは施工しなくても全然綺麗ですね、30年経ってても。本当はグレーグレーで色を合わせたいんだけど、ちょっとこれ金具とかで外したりするのまた大変なんでね、傷んでないんでこのまんまここだけ塗っちゃいます。じゃあ次ね足場作っていきます。はい、こんな感じでね、この間の紹介したね充電式のレシプロ層で切ってね作りました。あれは使いますね、 DCM ブランド、安くて高性能、おすすめです。これをね2階にね、上げます。今くたびれてね1時間ぐらい寝てたら少し回復したんでね、今日太陽出てなくて曇ってるんでね、チャンスなんでね、無理はねしちゃいけないんだけどね、やっちゃいます。何しろね自分でやる場合ね、少しでも疲れたらね中止した方がいいみたいですね。一応そういうのも調べながらやってるんでね、じゃあちょっと回復したんでやってきます。はい、こんな感じでね骨組みね作ったんだけど、水平がやっぱり出てないんだよね、ちょっとだけ下がってんだけどね、まあこれはあまり問題ないんだけど、まあ足がちょっと浮いちゃってる感じになるんだけどね、これここ押せばぴったりつくんで、このとこ L 字のステーとかね、まあ廃材下にかませてもどうにでもなるんだけどね、これをねこの状態ではとてもまだ不安定なんでね、いろんなものをねまあこう添えてね強度をどんどん出していった後にこの上にコンパネを引けばね大丈夫だと思います。でビスはねこっちのね長い方でやりました。短い方だとちょっと頼りない感じでね、でやっぱり使ってる材木がね安物なんでね、こういう際のところねビス打つときはねすぐ割れちゃうんでね、割れないように慎重にやりました。本当はドリルで下穴開けてやれば一番いいんだけどね、なんとか割れないでできました。じゃあちょっと太陽出てきても、太陽が出るともう急に体力取られちゃいますね。やっぱり一旦これで少し下で涼んでどんどん補強しちゃって、まあここにコンパネ貼るとねここの行き来ができなくなっちゃうんで、どうするかな、完全にがっちり組むまではこのスペースは開けておかないと下に潜れないんで、完全にガチガチにしてからここら辺までかけないとここのコーキングができませんよね。っていうかあれだね、やっぱり 1,2,3 もう一本ここにあった方がいいような感じもしますね。これはコンパネ置いて隙間のクリアランスをこう
測ってつっかい棒みたいな感じにしてねやんないと発信音がかけられないですよね。ここら辺とここら辺におそらく足が来るんで、まあその辺考えながらねやってきます。ちょっと暑くてダメですね。はい、皆さんおはようございます。今日も早朝ね、ハフ半分右側だけね、この間削りやったんでシーラーとね本塗りしました。こんな感じです。もうねかなり傷んでてね、まあ腐った部分全部削ったんだけどね、ツルッツルにはできませんね。もう厚みもねこれしかなくってね、まあツルッツルに電動のヤスリでこの場所でやるっていうのも危険なんでね、手で全部削ってね、あんまりの塗料でね5回に塗りぐらいしたかな。もう分厚く、まあ本当だったらガルバリウムとか巻くんだけどね、そこまではねやりません。やっぱりね、はしごストッパーとねこのアタッチメントねあったおかげでね塗ることができました。これなかったらやっぱり塗れませんでしたね。ここはで、こっからこっちはね延長ローラーと延長化け以前作ったやつね、アルミテープでハケをね延長棒のところに取り付けてね、でまあこういう細かいとこハケで塗った後に延長ローラーでここのとこね塗ってね、なんとか終わりました。でね、次に入る場所はですね、あとここで終わりなんだけど、ここがどうしてもできないんですよね。で、ここのコーキングの撤去するために、今足場作ってんだけど、まあ安物の材料でやってるんで、2x4 はね、安くても結構強度あるんだけどね、これがやっぱり頼りないですね。だからね、どんどん今縦方向の力には耐えられる作りになってるんだけど、横はグラグラなんで、それがねグラグラしないようにね、いろんな廃材使ってね組み立ててきます。で、水平も出てないんですよ全然。特に水平出てなくてもはしごをかけられればいいんだけど、まあここの下の足がね浮いちゃってる感じになってるんで、下にねなんかかませてね組み立てていきます。んで、昨日建材屋で買ってきたステーね、こういうでかいやつケチってちっちゃいのでやってもよかったんだけどね、やっぱりここはでかいの買いました。でかいのでも一番安いやつですね。1個180円のやつ。3つと、あとね、こういう細かいやつね。なるべく鉄板の分厚いやつ。これが10個入りでね、300円ぐらいかな。で、ビスの紹介っていうかね、しておきます。ビスはねこういうタイプね、35本入りでね300円弱ですね。まあ高いやつはね1000円とか1500円とかあるんだけどね、まあ足場で使うんで一番安いやつ使いました。強度的には問題なさそうなんでね。で、ネジの説明なんだけどね、こっちみたいにね
全ネジタイプとね、半ネジタイプね、これみたいに。ここが釘みたいになってるやつ。これあのね、ここがネジになってることで、まあこう進んでいくわけですよ。で、ここの頭のとこに引っかかって、板がね、こう押さえられるっていう、そういうためにこういう作りになってんですよ。で、この全ネジタイプはね、この 2x4 止めるときにね、あんまり奥まで打ちたくなかったんで、全ネジタイプ使ったんだけどね、やっぱりあのね、2x4 よりサイディングの方がね、硬いんで、こっちにね、少し飛び出ちゃってますね。本当はこれでやればね、サイディングの中にガーって入ってって、ここに引っかかって、まあ 2x4 がこう押さえられる。抑えられたと思うんだけどね、もう今からやり直すのめんどくさいんでね、このまんまね組み立てていきます。なるべくここ水平になるように下にね、あの材木かませて、あと横方向に動かえないようにやっていきます。はい、この真っ赤に錆びたねペコンペコンの鉄板の上にいるんだけどね、今ねもうこういう感じで組んじゃったんで、座って作業できるんで、だいぶ、今までの作業に比べると楽ですね。で、ここがね、やっぱりこういう感じでね、浮いてるんで、こう板を添えてね、行くわけですが、こうかませた場合ね、まだちょっと下がってんですよね。だからこれをね、横じゃなくて縦にね、こういう感じでやった方が高さが出るんで、こういう感じでね、釘の長さがまあ釘じゃねえやビスこのぐらいなんで、これだったらさっきの長いやつでやっちゃった方がいいかな。まあそんな感じでね、組み付けていきます。そうすることで、まあまだ若干下がってんだけどね、はしごかけるには問題ないんでね、高さはねこれで合わせてね、でさっきの頑丈な鉄のステーでね、ここ固定してね、であとこことかここの間にね、ベニヤ板がね、前に部屋作った時の余りがね、物置にわんさかあってね、もう使う予定ないんで、ベニヤみたい薄い板でもね、こういうとこ貼ることによってね、すごいあの引っ張り強度とか出ますんで、そういうのをねバンバン貼ってっちゃいますね。それでね、この弱々しい足がね、どん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 あのがっちりと固まった足場に変わっていくはずなんですよね、計算上だと。で、この上にねコンパネ引いてね、はしごかけられる状態に持っていきたいと思います。はい、今こんな感じでね、あのでっかいステーね取っつけたんだけど、まだね全然横動いちゃいます。やっぱりこの面ね、この面を貼らないとダメですね。まあここ自体もね、乗れば多分バキって折れちゃうと思うんだよね。こう乗った場合はまあ折れますよね、普通に考えても。それをこの上にコンパネを引くことによって重量をね全体的に逃がすようにすればね耐えられるはずなんで、まあここの部分に1枚でも2枚でも余ってるのいっぱいあるんで、みんな貼り付けてね、
で、この上にコンパネ乗せれば多分はしごをかけられると思います。で、やっとここのコーキングの撤去ができますね。問題はここのコーキングですね。やっぱりここがね、どうしようもないんだよね。まあとりあえずちょっとずつ進めていきます。はい、こんな感じでね、ベニヤ板のね、余ってたやつ貼り付けたらね、やっぱりね、全然もう横に動きませんね。こんな薄っぺらくってもね、やっぱりこれをつけることによって、この横の動きですね、がかなりもう全然動かないような引っ張り強度みたいな感じでできてますね。これをだからね、こう何枚かとっつけてね、横に動かないようにして、あとこのコンパネ乗せる部分もう少し、もう一本ここに入れるか、入れなくても大丈夫なような感じするんだけどね。まあでもちょっとしなるはしなるんだけど、結局この3本に分散するんで大丈夫だと思うんだよね。あとここのハフから1本こう取ってもいいしね。まあなんだかんだ組みつけていけば強度は出てくと思います。はい、こんな感じでね、適当に組んじゃいました。まあひん曲がってるとことか結構あるけどね、まあ上だけぴったりついてくれればね問題ないんで、ね、横の動きね、下の方と中間にやってあるんで、上はまだやってないんだけど、結局コンパネ打ち付ければね、上も固定されるんで、今ね、まあまだ若干動くかなって感じなんだけどね。もちろんこのここにね乗ればバキって絶対折れちゃうんだけど、まあここに1枚の板を引くことによってね、なんとかなるんじゃないかなっていうね感じです。まだ材料がねいっぱいあるんでね、無駄に貼り付けてガチガチにしちゃおうかなって思うんだけどね、まあなんとかなりそうな感じですね。やっぱり最後はこれですね。やっぱりこれをどうやってやるか、あとこのハフね、こっからここまでどうやって塗るかっていうのね、これができれば終わりです。うん、まあね、やっぱり視聴者さんのねアドバイス通りね、時間かけてねじっくり攻めます。今日はもうやめようかな、汗びっちょになっちゃって、もうここ朝方しか作業できないんですよ。太陽がねもう当たってきちゃうとダメなんですよね、暑くて。だから朝4時から10時ぐらいまでかな。まあ私が動ける時間2時間ぐらいしかないんで、まあ焦る気持ちもあるんだけどね、やっぱり焦っちゃダメですね。じっくり確実に少しずつ進めていけば絶対に成功するはずなんでね、じっくりやっていきたいと思います。はい、ね、このコンパネをね、乗せるね、土台がね、やっとできたんで、これを2階にね、は
はしごで持ち上げなきゃいけないんだけど、重さがね、20キロくらいあるんですよ。持った感じね。でね、両手で持ってはしご登るのとても危険なんで、いいアイデアがまた浮かんだんでね、やっていきたいと思います。まな板ね、ありますよね。まな板って手かけられるように穴開いてますよね。あんな感じでね、マルチツールね、そういう穴開けるとき非常に便利な道具なんですよ。際んとこ切ったりね、こういう感じで四角く切るときにすごい重宝します。他のやり方ではね、こういう切り方はねできないですね。でマルチツール買って、前回ね、アルミサッシの際んとこね、腐ったサイディング全部マルチツールで取ってね、それっきり出番なかったんでね、ここでまた出番が来ました。じゃあ早速ね、切っていきます。でこの DCM ブランドのね、刃の交換ね、前にサイディング切ってだいぶ刃が減ってたんで新しいの買ってきたんだけど、刃は結構高いですね。800円ぐらいしますね。で取り付けはね、ワンタッチで本当に簡単に取っつきます。じゃあね、これくり抜いてみますね。そうすればここに手をかけてね、片手でね、はしごをなんとか登れると思うんですよ。もう片っぽの空いた腕でね、はしごを持ってね、でもう片っぽの手でここに手を引っ掛けて持ち上げればね、多分上げられると思います。では早速やってきます。はい、今ね一箇所ここ貫通させたんだけどね、ものすごい振動ですね。白老病になっちゃうんじゃないかっていうような感じの、なんかね、白老病ってわかるかな。昔伐採が頻繁に行われた時にチェーンソー職人がね、チェーンソーの振動でね、みんな白老病っていう病気にねなった時代があるんですよ。そういう感じになりますね。まあある意味短時間だったら手のマッサージを受けたような気持ちよさすら感じますが、やってる時はすごいかなりの振動があります。やっぱりこのコンパネはね、合板と違ってものすごい強度あるんでね、これだけ焼けるにね1分ぐらいかかったかな。まあちょっとじゃあこっち一回やってみますね。手がちょっとやばいですね。すんごい痺れるような感じ。まだ貫通してません。はい、今貫通しました。こんな感じでね、ここのとこ切り抜いていきます。手がやばいですね。はい、今切った後に出たこのクズね、おがくず、これね、木工用ボンドとこれ混ぜてね、練るとね、木工パテができます。それで木のひび割れたとことかね、塗りつけるとね、木専用のねパテに作ることができます。木工用ボンド安いんでね、こういうので作ると経済的です。はい、そしたらね、このマルチツールでね、またこのアタッチメント変えてね、今度ヤスリですね。ヤスリでね、こういうとこ素手で持つとね、トゲが刺さるんで、これを取ってきます。はい、皆さんおはようございます。
足場がねできました。このコンパネもね、やっぱりねまな板みたいにねそこに穴開けることでね、12キロもある重たいやつなんだけどね、一人で簡単に持ち上げることができました。それでね、強度の方がですね、まあ1000円台の安物の材木で作ったんでね、最初は大丈夫かなって思ったんだけどね、やっぱりいろいろねこう貼り合わせることでね強度がどんどん増してってね、で最後にこのコンパネをねまた打ち付けることで強度が出てね、今乗ってみますね。こんな感じでね全然大丈夫です。これでね、ここの一番高い場所のねコーキングの撤去と充填が可能になりました。あと破風の部分ねもうできますね。まあここら辺はちょっとね届くかどうかわかんないんだけど、またあの延長ヤスリで削ったりできればねいいですね。であとね、こういうとこシーラーとか雑巾がけとかね色塗るのはね、あの延長ローラーでやればね、延長ローラーとか延長化けねやれば塗れるんだけど、やっぱり最後のこのコーキング、ここがねないんで、これがちょっとね一番最後の課題なんだけどね、まあこれが終わればねついに完成ですね。1年かかりましたね。まあ途中でちょっと体調悪くして空いていった期間があるんで、まあそういうのがなければ1ヶ月ぐらいで完成したってことになるかな。まあとにかくねこれ慌てる工程じゃないんで、自分でやりたい方はじっくり時間かけてね、あの安全の確保だけはしてやってください。それでまあねいろいろ考えてやってるわけですが、まあこういう動画少しでも参考になればね幸いです。ちょっとお金がない時とかね非常に助かりますね。100万円以上浮くっていうのはね。じゃあね、今日ねせっかく足場作ったんでここの撤去やってね、あとこういうとこ雑巾がけしたりしてね、でねこれで最終回に本当しようと思ったんだけどね、どうしてもここのアイデアが浮かばないんで、もう一回あのパート2に分けてやりますんで、最後まで見たい方はねぜひチャンネル登録してね、あの見てください。それであの DIY でチャレンジしてみてください。また出来上がったらね、あの全部やった場所のねあの反省点とかね、こうやれば確実に安全だったっていうのもう分かったんでね、そういうのみんな発表したいと思います。かかった金額とかね、そうすればね結構自分でできちゃうもんですよ。まあ手間はかかりますけど少しずつやっていけばねできます。うん、まあそんな感じでね、今日ここの撤去と雑巾がけ、シーラーと塗料がちょっと切らしちゃってるんで、次回になっちゃうんだけど、まあそんな感じでね、まあおかげさまでねがっちりできました。あとじゃあこのコンパネなんでね、いくらでもビス止めできるんでね、はしごを完全に動かないように固定しながら作業をね進めて、今日はそれでやめたいと思います。厳しい。
できるだけ撤去することにしました。すごい体勢でやってるんで疲れますね。もちろんカッターの刃は新品に変えてきました。少しでも労力を減らすためにね。結構重要なポイントです、コーキング撤去。常にカッターの刃をね新品にするっていう。こっち側はもう向こうまで行けないんで勘ですね。コーキングの状態がですね、こんな感じでね、もうゴムじゃないですね、プラスチックみたいに硬くなっちゃってますね。とりあえずここね、撤去だけできればね、打ち替えできると思うんだよね。ここまではなんとか来れるんでね。あとこっから上はね、作戦としてはね、いろいろアイデア振り絞ったんだけどね、こっち側の面にはしごかけてね、はしごをがっちり固定してね、身を乗り出してここのねコーキング撤去できると思うんだけど、高さがあるんで長いはしごでもね、まあこの辺までしか来ないんでね、底上げしてね、こっから約 1.5 メートルぐらいあるんで、 1.5 メートルぐらいのね、また足場を作ってね、そこにはしごをこっち側にかけてね、完全に固定してね、半分身を乗り出してやるっていう方法しかないですね。まあそれは次回になっちゃうんだけどね。ああ毎回で、ね、完成、次回完成ってやってんだけどね、なかなかできなくて申し訳ないんですけど、多分その方法でね成功すると思うんでね、どうぞご期待ください。はい、このねコンパネね、水平出てないんだけど、ほぼ水平なんで、はしごの足がね、設置面積がね、まあ 90% 以上あるんで、まあはしごストッパー使わなくてもねいいんじゃないかってことでねやるんだけどね、一応ねはしごの形状を見ますとね、ここがくぼんでるんですよ。そこのところにちょうどビスが打てるんですよね、下がコンパネなんで。これでね、こっち側には絶対に動かないんでね、これでいけそうですね。で今ね、そこもね、ここまでカッターで切り込み入れたんで、あとラジオペンチで引っ張るだけですね。でこれからね、こっから上のねコーキングカッターでね切り込み入れてねやってきます。はい、今で、ね、はしごの最上段まで来てます。やっぱりね、打ち替えしないとダメですね。ここでてっぺんなんだけどね、今もうカッターで切り込みこの辺までね入れてあるんだけどね、下の様子ね、下見るとちょっと怖いんでね、見ないようにやってんだけどね、どういう状態でやってるかっていうとね、よよ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 
とピンボケになっちゃってますけどね、こんな感じです。あ、ピンと合いましたね。今ちょっとね、風吹いてきたらかなり怖いです。ここは強風が毎日吹くんで、そうなる前にね、この作業を終わらせます。はい、今ねカッターをね入れ終わりました。コツとしてはね、もう前から説明してんだけどね、この外壁の横っちょ削るような感じでね、刃の角度調整してねやると古いゴムがね残らないで取れます。果たして大工の手抜き、また垣間見ることになるか、バックアップ材が入ってるか見てみますね。一応今回は入ってますが、バックアップ材がねゴムの方に、コーキングの方についてて、結局下の木材が出てる状態ですね。まあ、こないだ角バッカーいっぱい買ってきたんだけど、まだいっぱい余ってるんで、それ使えばいいんだけどね、やっぱりねこの継ぎ目んとこね、前もそうだったんだけどね、バックアップ材がつながってないんですよね。この感覚で入れてあるだけでね、だからこの継ぎ目のとこがみんな三面接着、こういう感じでなってるんで、これみんなまたね彫刻刀で取んなきゃなんないんですよ。このバックアップ材がないとね、こういう状態になっちゃうんですよ。1、2、3面接着。だから次回の撤去ができないんですよ。これ思いっきり引っ張って後ろにのけぞれば、ひっくり返って転落しちゃいますからね。慎重にまあ引っ張って、やっぱり切れちゃいますね。これが大工の手抜きですね、この家のね。だからここのところをまたね全部彫刻刀で綺麗にしてから角バッカーここに入れて、でこの両側にプライマー塗ってね充填するって感じですね。マスキングしてね。まったく手間かけやがって、本当に。やっぱりね打ち立てる時はね、作ってる時もよく観察するぐらいのね感じで見てた方がいいですね。結構こういう手抜きやられますね。まあ評判のいい業者を選んで家を建てるっていうのが一番の選択ですね。自分でやってみるとこういうのが分かります。はい、今はしごから降りました。やっぱりこのぐらいずれてますね。これ完全にやっぱり固定するにはね、せっかくコンパネ重たいの上げたんで、4箇所全部にビス打って完全に動かないようにしてやった方が安全ですね。じゃあこのね三面接着になっちゃってるとこね、これね引っ張っても取れないんで、こういう感じになってるんでね、これをねこの彫刻刀でね
取るっていう作業をやんなきゃなんないですよ。こういう三面接着やられちゃうと。ここから下はもう前回施工したやつなんで、まだゴムが新しいんでね、柔らかくスパッと切れます。これをね、ここんとこ全部やっていかなきゃなんないんですよね、上まで。で、ここに買ってきた角バッカー入れてね、ここも全部つなげて1本で入れます。なんで大工より私の方が技術があるのか謎ですね。自分で言うのもなんだけど、いやー参ったな。これ上の方バックアップ材すら入ってませんね。全部三面接着ですね。これは全部彫刻刀で取るってなると大変ですね。いや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 、ちょっともう体力限界なんで、これちょっとやめますね。このキー出しとくとちょっと雨降るとまずいんで、こんな感じですよ。入ってませんよ、バックアップ材が。こうなっちゃうとね、もう取れないんですよね。だから必ず施工するとき、ここ奥ね、何かしら入れてください、バックアップ材なるものね。もう今日やる気がなくなっちゃいました。やめます。なんでここ2つ釘打ってやるんかなと思ったらね、よく見たらね、こんな感じになってますね。これおそらく新品の時にこういう状態になったんだろうな。こっちにもう一回打ち直してやるってことは、これは取ってまた修理ですね。カーボンパテでこれの代わりになるものをこう中に塗り込むような感じですね。だけ薄くなっちゃってるんでね、この中に塗り込むような感じで強度を出さないと。ここだけ薄くなってるんで、ちょっと力加えればパキッていっちゃいますね。これまあ時間かかりますね、やっぱり。